今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日は令和4年の12月の27日火曜日、ただいまの時刻は、えー、10時半でございます、えー。今回の動画なんですけども、えー、足立区が、えー、主催します、拉致問題啓発舞台劇公演、恵みへの誓い奪還を開催いたしますので、そのことについて皆様に聞いていただきたいなと思います。本当に足立区素晴らしい取り組みをしているなというふうに思います。 開催日時なんですけども、令和5年の2月の9日木曜日、午後1時半から午後4時までということでございます。場所は西新井文化ホールでございます。西新井駅から徒歩5分ということで、非常にもう駅からですね、近い場所でございます。で、これはあの入場がですね、無料でございますので、 えー、一組4名まで、えー、お申し込み可能ということでございます。で、託児することなどもできるということで、まあ、詳しくはですね、えー、足立区のホームページから、えー、この、めぐみへの誓いの開催についてで,ですね、えー まあ、お申し込みですね、できますので、そちらの方から確認していただければと思うんですけども、申し込み期間がですね、えー、昨日の12月の26日の月曜日から令和5年の1月20日金曜日までということで、ウェブ申し込みフォーム、または往復はがきによる事前申し込みが可能ということでございます。私はウェブフォーム、ウェブ申し込みフォームから申し込みました。 もう本当に簡単でね3分ぐらいで、えー、申し込みできましたので、えー、ぜひ、ね、あの足立区の方一人でも多くの方にですねこの拉致問題への関心を持っていただきたいなというふうに思いますで、あのー、私がですねこの北朝鮮による人権侵害、えー、拉致問題について関心を強く持ち始めるようになったのは私が大阪にいたときなんですけども兵庫県の川西市の前市議会議員である中曽千鶴子さん 中曽千鶴子さんは、秋田美和さんという、まあ、川西市に、えー、お住まいだったですね、えー、方で、えーまあ、北朝鮮による、まあ、拉致、被害の可能性が濃厚であると言われている方の一人で,で、その秋田美和さんを救う会を、えー、代表されているですね、えーえー、中曽千鶴子さんの活動に参加をさせていただいた、えー、ことからですね、まあ、よりこの問題について、えー 関心を持つようになっていたということで、まあ、私も一日本国民として、まあ、当然ですけども、まあ、自由を奪われてですね、もう本当に夢も希望もない、まあ、人生に、まあ何の罪もない人たちがですね、北朝鮮による、まあ、もう都合でですね、もう勝手にそういうふうにされてしまっている人たちっていう、まあ、もうあってはならない、絶対に許しはいけないというですね。 まあ問題ですし、まあその早期解決をで願いですね。まあ本当に私がこの問題を解決できるかと言うとですね、まあ解決できるようなあのことはできないかもしれないですけども、一日本国民として、まあ、この問題をですね、本当に早く解決するように、まあ政府、またはあ国ですね、しっかりと、まあ、意見を申し出ていく。 まあこういった一人でも多くの方に関心を持っていただきたいなというふうに思って、動画の方を撮らせていただいております。で、まあ、この、あの、まあ、北朝鮮による人権侵害というところで言いますと、まあ、西新井事件ということが過去に1970年代に起きております。この足立区の西新井に、チェ・スン・チョルというですね、国際大物スパイがですね、 まあ実はんんでいったんでいたすねで、えー、日本人の国籍を乗っ取ってでさ、ね、まざ、あ、まな工作、まああの活動、スパイ活動と蓮イケご夫婦の、まあ、拉致に関わった被疑者として現在も国際指名手配されていますですので、まあ、この足立区においても、まあ、この、ね、北朝鮮による人権侵害というのは、まあ、非常に密接な関係があった地域だということでございます。 えーまあ、そういったこともあって、ですね、まあ、あのこの足立区でもこういったあの取り組みをされていらっしゃるんだと思いますけども、まあ、本当にね、えー、足立区の方でも一人でも多くの方に、まあ、この問題に関心を持っていただきたいなと思いますし、まあ、あの私は当然 NHK 党ですのであの、このね、北朝鮮による人権侵害っていうことについても、以前ですね、特定失踪者問題調査会、 の方ですとか、まあ、代表を務められている荒木さんとかですとか、あの、まあ、ね、この特定失踪者の、まあ、ご家族の方々がですね、えー、韓国に行かれてですね、北朝鮮との軍事境界線まで、もう本当にギリギリのところまで行かれてですね、まあ、しっかりと、まあ、この、あの、早期解決を願ってですね、まあ、もうこの問題について、まあ、ご主張されていたということが、あの、過去にもあるんですね、えー。ですけども、そういったことを一切 NHK は報じないんですね。 本当にあのね北朝鮮によるこのね人権侵害による啓発,期間あの啓発週間っていうのがね12月の10日から16日まで設けられているんですけど本当にその期間だけちょこっとしかもう報道しないっていうね放送あの放映しないっていう。 放送しないといととうことで,です、ね、私はもう本当にこの,の NHK に対してもですねもう本当にもう自民党のねあの広報機関みたいになってたりとかですねもう本当に自国の都合の悪いことは報道しないとかですね、まあ、特にこの北朝鮮による人権侵害特定失踪者の問題拉致問題こういったことを全然報道しない NHK に対しても非常に憤りを感じてますしあの、まあね、本当に。 まあ当然ですけどもしっかりと、まあ、NHK にはですね、まあ、朝日新聞もですね、まあ、報道しなかったりとかしてるんですけども、まあ、そういうね、ね、本当に、ねあのまあ、公共放送局として本当にふさわしいのかなっていうところも本当にもうはな疑問を持ってますし、まあ、当然、こういうことをですね、あの放送しないような NHK にですね、あの受信料を払う価値もないなと。 ないなと思っておりますので私から皆様の受信料もねもうどんどん不払いしていただきたいなというふうに思いますえということでございましてですねあの、えー、と来年ですけども2月の9日にですね、えー、この拉致問題啓発舞台劇めぐ、えー、みへの近い奪還が開催されますので、えー、もう事前申し込みが始まってますので、えー、皆様お申し込みよろしくお願いいたしますでですねあのー、現場ではですねあのー、この 文化ホールの方ではですね当日ミニコンサート「えー、海と空の向こう」ということで、えー、シンガーソングライターの 山口綾瀬さんがですね、まあ、この、うん、主題歌を歌われたりもされますし、えーえー、またあの、拉致問題啓発パネルの方も展示されているということでございますので、えー、また私も現場の方にですね、まあ、行かせていただきたいなというふうに思いますので、えー、もしですね、また現場でお会いした方々はですね、様々なこの、まあ、拉致問題に対する思いとか考えを共有させていただけると、非常に、まあ、有意義な時間になるんじゃないのかなというふうに思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。 ということで、え、ございまして、本、動画は本日以上でございます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは東京都足立区より NHK をぶっ壊す